バッテリーは7 7 4 k w ー航続距離は 423km。最近はバッテリー EV、d e v への市場が日常化しているが、中にはブランド自体の変革へ結びつけている自動車メーカーもある。その筆頭と言えるのが、韓国のキアだ。 ヒア EV6 は欧州カー・オブ・ザ・イヤーに輝き、一躍注目を集める存在になった。優れた技術とデザイン、価格というコンビネーションで競合メーカーを抜き去り、その存在感を強く示している。ヒエラルキーの枠を超えて、今回試乗した EV6GT は、その競争をさらにアシストすることになりそうだ。 トップグレードにあたる高性能仕様は、通常モデルから頭一つ飛び出た仕上がりを獲得している。ライバルメーカーにとっては、喜ばしいニュースではないだろう。駆動用バッテリーの容量は7 7 4アワーで、標準の EV6 と変わらず、上級ブランドのモデルが搭載するものと比べれば若干小さい。 航続距離は 423km が歌われ、これも驚くような数字ではない。だが、駆動システムは電圧 800V という高性能なもので、233kW という急速充電能力には目を見張る。相応に高性能な DC の急速充電器に接続できれば、 最短18分で10%の残量から80%まで回復させることができる。体感 4S より安く、パワフルで速い。EV6GT の基礎骨格を成すのは、ヒョンデモーターグループが開発した先進的な e GMP プラットフォーム。車重は 2165kg と、このクラスの BEV としては軽量だ。 ツインモーターによる最高出力は 585PS で0時速 100km 加速を3.5秒でこなす。スーパーカー級の加速力といえる。ポルシェ体感 4S より英国では25000ポンド約417万円も安いモデルにもかかわらずよりパワフルで速い。そんな EV6GT だが スタイリングの変更は限定的。21インチの専用アルミホイールと形状に手が加えられたバンパー程度となる。テールゲート状のスポイラーは通常モデルの EV6 GT Line S と同じものだという。インテリアでは新しいスウェード仕立てのセミバケットシートを獲得。ステアリングホイールのスポーク部分にはエコ、ノーマル。 スポーツから選べる通常のドライブモードセレクターの反対側に GT モード用のスイッチがついた。ハードウェアのアップグレードとしては2機の永久磁石同期モーターが主役。先進的なシリコンカーバイド半導体を用いたデュアルステージインバーターを搭載し、リア側の駆動用モーターは 367PS を発揮するという難しい話だが、 フロントの駆動用モーターは 218PS、穏やかな走行時は効率を高めるために駆動系から切り離すことを可能としている制御技術を誇示するドリフトモードも DEV では一般的だがシステム合計の 585PS を発揮したフル加速を味わえるのは最もアグレッシブなドライブモードを選んだ場合のみ EV6GT では GT モード時となる。ノーマルとスポーツモードでは 466PS。エコモードでは 292PS を引き出せる。EV6GT ではアクセルレスポンスを穏やかにチューニングしたとキアは説明する。確かに GT モードでも発進直後や緩やか。エコモードではワンテンポを置くような印象を受ける。 それでも、驚くほど早いモードを問わず、アクセルペダルを踏み込めば強力な推進力が生まれる。見た目はクロスオーバー風の EV6 だが、EV6GT の走りはマッスルカー的だ。乾燥した路面でも、GT モード時は右足の操作次第でリアタイヤがトラクションを失いかける。 必要なトルクを左右のタイヤへ分配できるリミテッドスリップデフを装備し、ミシュランパイロットスポーツ 4S タイヤを履いていても、この GT モードには DEV としては珍しくドリフトモードも備わっている。車 12T を超える EV6GT で、派手に白煙を巻き上げるパフォーマンスを楽しみたい人は限定的だろう。おそらく、 キアの駆動用モーターの制御技術を誇示するためだと思う。市場では滑りやすい路面のスキットパンで実際に試してみた。システムが巧みにトラクションを制御し、狙い通りにドリフト状態を維持できた。かなり深いアングルで。操縦性も乗り心地の快適性も優秀。アクティブ LSD はカーブの連続する区間でラインを保ち、 安定性や流暢さを高める方向に設定が振られている。トルクを左右のタイヤ間で分配し、リアよりの操縦特性を活かすことで、鋭い身のこなしを披露するよりも、サスペンションは引き締められているが、ソフトより、ノーマルモードを選んでいると、コーナーリング時のボディーロールは小さくない。アダプティブダンパーをハード側に調整しても、 しなやかさは残る。乗り心地の宣伝性は引いてており、かなりの高速域でも長距離を快適に移動できるだろう。ステアリングはダイレクトで、反応はリニア、おそらくグリップ力に長けたタイヤの恩恵だ。ただし、電動パワーステアリングはドライバーの望むフィードバックを消している。GT モードを選んでも、ステアリングは重くなるだけに過ぎない。 回生ブレーキは、ステアリングホイール裏のパドルで強さを調整でき、制御具合も良好。一方で、ブレーキペダルは重め。回生ブレーキから摩擦ブレーキへの移行は好感触だが、極低速域からの減速時には急に止まるような感じを受けた。いずれにしても、e、EV6GT の操縦性は優秀。キアスティンガー GT。 S, S の落ち着きのある動的能力を BEV へ与えることに成功している。BEV 変革期の最前線を歩むキア。EV6GT の英国価格は61,595ポンド、約1,029万円。わずかな弱点も気にならなくなるほど、訴求力は高い。キアとしては英国で販売する最も高価なモデルになるが、 新しいステージへステップアップできていることは間違いない。通常の EV6 GT Line S と比べると価格差は5725ポンド約96万円でアップデート内容を考えれば妥当。しかもエアコンには効率の良いヒートポンプ式を採用している。通常の EV6 でも実用性と動力性能、 価格というバランスは優秀。このクラスのベンチマークと評価していい。さらに EV6GT は、その強みを一層高めている。確かに、ポルシェ体感やメルセデスベンツ EQC を考えている人が、キア EV6GT を比較対象に並べる可能性は低い。しかし、そうする価値は間違いなくあると思う。 自動車業界は BEV への変革の道を突き進んでいる。その最前線を歩んでいるのが韓国のキアといえそうだ。キア EV6GT 欧州仕様のスペック。英国価格61,595ポンド約1,029万円。全長4,680ミ、mm、リメートル。全幅 1880mm。前行 1550mm。最高速度時速 259km。0時速 100km 加速3.5秒。後続距離 423km。電費。CO2 排出量。車両重量 2165kg。21 パワートレインツイン A90 時同期モーターバッテリー 74.0kWh リチウムイオン実用量急速充電能力 233kW 最高出力 585PS 最大トルク 75.2kgm